はいこんにちは武田塾本部長の中森ですえー、今回はですね武田塾2020年ルートの物理の、えー、私立大学の方のルートえー、いくつかありますがそれを紹介していきたいと思いますえー、この動画はですね、えー、生放送の再、えー、編集版となります武田塾 基本理科は物理科学、生物共通で2つあるんですよ。で、物理だけ3つあるんですけど、まあ、簡単に言うと演習量多めと少なめっていうのが1つあって、物理だけ1個独立したのがあるっていう感じですね。はい。じゃあまずえっ、ー、と物理のまあ演習量少なめからいきましょうか。はい。えー、まずですね、えー、こちらが、えー、まあ明解解法みたいなうるしばら先生のあの薄いやつですね。あれをメインに据えている、えー、カリキュラムになります。 ね、講義系がまず2種類、橋本先生のはじめから丁寧にと、まあ、漆原先生の面白いほどを入れてますで、これ、基本的には漆原先生を使ってください、で橋本先生のはじめから丁寧には、もう本当に物理やったことない、あるいはもう物理死ぬほど嫌いですみたいな人だったら、一旦これを一通り、まあ、基礎だけでり、物理基礎だけでもいいから、読んでからまあ漆原先生に入ると、まあ、だいぶハードル下がるかなっていう感じのものですね。メインは漆原先生の面白いいと分かる本を使っていくと いいいいかなっていう,ふうに思います、はいでえー、で明快解放講座と同時並行で面白いと分かる本を進めていくような感じですね。はい、まああのー、明快解放講座は、まあ、問題量すごいコンパクトでまあ何て言うか、あのー、実用性高い問題が非常に揃ってるんで、まあ、徹底的に繰り返しつつ、まあ、面白い方分かる本も読み進めて問題解いていってって形で完成度上げていくような形ですね。はいまあ、おそらく ね、これだけで足りないんじゃないとかもっと円周やった方がいいんじゃないっていう意見もすごいあると思うんで言っとくと追加問題集が結構物理は入る感じですねだから足りなかったら追加問題集追加してみたいな形ですね、はい、まあ過去問挑んでみてからの手応えでね見ていくといいとであの基本的にこの明快解法とかを使うルートっていうのは理科全般で言っとくと2科目目の理科とか夏から理科やらなきゃいけないケースの人とかを想定して組んでるような感じですねはいで まあこれ終わったらその後物理のね漆原先生の、えー、もう一冊姉妹書があって、まあ、最強の99代ってやつがあるんでまあ過去問とかでねしっかり練習組んで合格点取れるようになった後だったらいきなり入っても問題ないかなと思うんで、まあ、あのまあこれをやっていくという形ですね。はい、で正直これは本当にあに無理に進まないでいいから。 冥界放飾やったら過去問をがっつりやったりとか同じようなレベルの追加問題集をやって完成であげることに時間を使った方がいいケースの人もかなり多いかなっていうふうに思います。まあ、なのであの理科で稼ごうとかっていうよりは最小限の労力で走り切ろうみたいな感じのコンセプトで組んでるっていう形ですね。はい、はい、物理のね、えー、総計レベルの、えーまあ、エッセンスルートですね、えー、こっちの場合まあ講義系の部分に関しては同じですね。 今回のベースに置いているのは、えー、漆原先生のやつですねまあ物理教室使っちゃダメなのとかワクワク物理ダメなのみたいな人もいるかなと思うんですけど別に全然いいですよ講義系なんでね別に自分が読みたいやつでいいかなと思いますけど、まあ、漆原先生がね基本その、まあ、使いやすい人が多いかなと思ったんで漆原先生にしていますでまあエッセンスと両門まあ姉妹書というかシリーズものなんでねあのー、まあ で繋いででいいやっていくような形で基本的には両門までやんないと点数がしっかり稼げるところまでがきづらいかなと思うのであのやっていくような形ですね、はい、まあなんでその両門の風とかがねこっちに入れて,て向こうには漆合わせそうに入れてないかっていうと単純にやっぱシリーズものであの同じ解説とかねで、まあ、やりやすいからっていうのが一番理由としては大きいですね。はい、で続いてね早、えー、計レベル入るとまあこれまでと同じなんでね 特段説明することはないかなっていう感じなんですけれどもあのまあこっちのね、えー、場合を選択するケースっていうのは例えばそのこっちは一応学校のの問題集とかかやるる場合も同じぐらいい負担になるかなっていう想定でで組んでます要は例えばエッセンスじゃなくてセミナーとかじゃダメなのみたいな人もいるかなと思うんですけど。 あのまあ、それだったら別にこれと同じやり方であのエッセンスの部分をセミナーに変えて両門の風もセミナーとかねの,あの全部やるみたいな感じでやるっていうやり方でもいいかなっていうふうに思いますね。はい、はい、ということで英の物理なんですが、まあ、そもそも攻撃からも変わってますねあの漆原先生の部分が一人で学べるに変わってます。 で問題集もあの秘伝の物理問題集を、まあ、そのままやっていくような形ですね分野ごとに。まあ秘伝の物理はね独学が非常にしやすい教材解説詳しいし、まあ、問題集と講義が両方あるし、まあ、YouTube で動画上がってるしみたいな形で、まあ、非常にね独、あのー、学でやりやすいんで、あのー、まあ なんだろういわゆる進学校とか得意な理科をやる場合はさっき紹介したエッセンスルートとか、まあ、エッセンスルートの派生でセミナーとかをやって進めていくみたいな人が多いかなっていうふうに思うんですけど、まあ、これはかなりその物理をね独学でやって解説詳しいやつで一からちゃんと鍛えていきたいみたいな人は非常にやりやすいかなっていう形ですね。はいでまあ秘伝の物理 が実はもうね、はいっていう難易度高いもう一個の参考書もあるんで、これだけでね、大体終わっちゃうっていうところになるんですけど、まああのもう非現物理を徹底的に繰り返した後、過去問やってって形で一応進めるようになっているってことですね。はい。だから特にね、竹田塾に通ってないよとか予備校行ってないよとか物理全然学校の授業でもあんまやってもらえなかったよみたいな人は、まあ非現物理ルートを選ぶと非常にやりやすいかなっていうふうには思いますね。はい。はい、かがだったでしょうか。ええ、じゃですね、国公立のカリキュラムについて紹介していきたいと思います。今回は以上です。 竹う公式アプリー「View たのアンドレスボがリリースされましたアプリで勉強方法が分かります詳細は概要欄から